そうですね、まあ今日ちょっとね、まあ自分のパフォーマンスがあまり出し切れなかったなと、6割ぐらいで、まあ超過としては超過が6割ぐらいですかね。自分のパフォーマンスがいつもの 80% ぐらい、ちょっと思ってたポイントには届いてないので、明日、今日の 1.5 倍ぐらい釣るつもりで、倍っていうのは難しいと思うんですけど、ある程度修正しないとあかんかなと。今日が1000ぐらいは行きたかった、1000ポイントぐらい行きたかったんですけど、それはその後のね、展開のためにも、今日初日1000で、2日目、800、800、その後はずっと800ぐらいで揃えたいなと思ってたんですけど、ちょっと今日思ったほど伸びてない、魚のモードが、途中でやっぱ切り替わっていくんですね。朝の状態と日が上がるにつれて魚のいる場所が変わったりとか、反応するルアーが変わったりだとか、動かし方自体が変わったりだとか、ある程度はついていけたんですけど、ちょっともうちょっと追い込まなあかんところを追い込めてないなというところがあって、あと ちょっと大きめのアロワナを狙おうかなっていう時に、右腕がもう結構限界を迎えてるんで、ここから先アロワナの釣りっていうのがもう自分の中ではもうやめようかなと思って、アロワナをやればやるほど他の魚に使えるこう、筋力っていうか、ちょっと 腕の肉離れみたいな状態になってるんで、それが今ちょっと心配なところではありますね。だからあまりアロワナを狙わずに、得意なんですけど狙わずに、他の魚種で、もっとスコアアップできることを何か見つけないと、今のままではちょっと足りないなっていう感じがしますね。そうですね、今回前回のエリアに比べると圧倒的にピラルクの、可能性ってあると思うんですね。魚の本数も多いし、ピラルクのフレッシュさがやっぱ前回のところよりも圧倒的にいいんで、そういう意味では誰かがピラルク釣ってきてもおかしくないなと。で、それは昨日のプラクティスの時点で思ってたんで、でだからこそそういういわゆるハイスコアの魚、これ誰に来てもおかしくないと思うんですよ。要はつくなれアロワナを狙うラーゴに入っちゃえば、出会いさえすれば結構高確率でピラルクの、600ポイントって、そこそこ壊滅的なスコア、もうこれ釣られたらどうにもならへんみたいなっていうのがあるからこそ、今日僕は1000ポイント釣らなあかんかったし、要はちゃんと積み上げてその、モンスターでドンっていう選手がやっぱ、5日間それ続けるって難しいと思うんですよ。でも少なくとも2日3日5日間の中で2日3日ぐらいピラルクは入ってもおかしくないなと思ってるんで、一人の選手で、だからもしかしたらレナン選手は5日間のうち2日3日入れてくる、つまり1800ぐらいまではピラルクだけでスコア作ってくるんじゃないかなって思ってるんで、それをやっぱり自分は平均的にやっぱ1000とか800とかを積み上げて、阻止しないといけないんで、そんな意味も考えると今日は圧倒的に足りてないなと思いますね。明日からの戦略はそうですね、こればっかりはあれなんですけど、また出たとこ勝負なんですけど、ペースを上げないといけないっていうのがまず思ってます。要は、より短い時間の中でたくさんの魚を釣るで、ホットな時間帯っていうのはやっぱ限られてるんで、そのホットな時間帯にどれだけ、スコアを上げれるか、そこにちょっとこだわろうかなと思ってますね。ちょっと自分のコンディションがあんま良くないんで、100% に持っていければそこそこもうちょっとは出るかなと思うんですけど、そんな感じで、はい。